俺のカバー AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあアップデートが来まして、マクラーレンコラボ始まりましたよね。まあそれで、まあ通常の方にですね、まあ新しい要素が来てるってわけで、まあそれをちょっとまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがまあ通常戦闘の方に、まあ結構ですね、マクラーレンの方が湧いているっていうね、まあ湧いているっていうかまああれなんですよ。前のケイニンスケのジェスコの時にやりました、まあ展示されているっていう具合になっているわけなんですよね。まあ早速ね、そちらの方を見ていこうかなというふうに思います。結構ね、結構いろんな場所にあるみたいなんですよね。はい。まあ、そちらの方を早速見ていきましょうか。まあ、ちなみにその嵐の半島の方にも、キューマップの方にも、まあ、どちらにもあるっていう風な感じになってますね。うるせえな、マジ。どちらにもあるっていう風になってますね。はい。OK です。やってまいりました。まあ、こんな感じでね、まあ、あるんですよね。マクラーレンの方が、まあ、展示されているっていう風なですね、まあ、具合に今回なってるわけなんですよ。まあ、キューマップでも、新マップでもあるってわけで。で、これで検索押すと、アイテムが入っているっていうですね、具合になってるんで。まあ、よくね、通常回してる人っていうのは、まあ、このマクラーレン展示されているところ、ま、いろいろね、アイテムの方を取ってみるといいと思いますね。一応、スカー上にも湧いてるんですね、マクラーレンの方ね。割となんか、いろんな場所に湧いてるんだ。これも押したら、アイテム入ってるんだね。何が入ってる？トンプソンか。そんななんかいいアイテムが入ってるわけじゃないんだね。なんか一応、救援物資のアイテムとかもたまに入ってるみたいな、アウグとか、そこら辺もあるらしいんですけど、今のところまあ見つかってないですね。まあ、あれみたいな感じですかね。遊園地マップのピエロの箱あるじゃないですか。まあ、あんな感じで、おい。あんな感じで、アイテムのラインナップが決まってるのかもしれないですね。まああれもなんかたまにアウグとか入ってますけれど、必ず入ってるわけではないですし、めちゃくちゃその確率が高いわけではないんで、この類いのやつって大体同じっすよね。入ってるアイテムのラインナップ。あと、旧マップの方にもあるらしいんで、正面に行きましょうか。ここにもあるんだよ。敵車両発見。敵車両発見。そう、ここにもあるんですよ、旧マップね。初手さ、被るから大変だよね、旧マップって。うん。これ色なんか色々あるんかな、他にも。ね。で、あとね、遊園地マップの方にも、まああるみたいなんですよね。はい。最後ちょっと遊園地マップの方見に行きましょうか。こちらね、遊園地ね、大丈夫かな遊園地すぐ不意打ちされるからね。一応ツイッターの方で教えてもらったんですけれど、ドロップタワーの方と、これね、この辺にあるらしいんですよ。セントラルとサーカスの間にあるみたいなんで、早速見に行きます。あ、これじゃん。ここにもあるんだ。3箇所あるわけ。この門のところにもあるんだね。いろんな場所にあるんだね。で、マップによって色が違うっていう風になってるわけだ。もうこれ見たげんさ、入らんでいいっすか、もう。さすがにそういうわけにはいかんか。一回入ってから開けてみましょうか。じゃあマップによってこの車の色が違うんですね。これさ、期間限定でその湧いてて、しかも乗れますとかやったら最高なんですけどね。乗れるとかそういう機能はないんだ。で、乗れたらさ、普通にそのなんか楽しいのにね、催し物として、もうちょっとなんかこれイベント欲しいよな。この車開けたらミッションクリアで勲章でももらえますよとか、そういう催しがあればいいんですけどね。なんか、ガチャ実装して終わりっていうの最近多いですよね。なんかイベントでね、楽しませてくれるっていうのは怖いことにはないっていう。無理やりぶち込んだな、こいつ。ないんすわ。そういうね、楽しませてくれたらいいんですけれど。最近マジガチャ実装して終わりやからな。呪術廻戦とか東京リベンジャーズみたいな、そういう力の入ったコラボレーションじゃないと、イベント実装する気ないんでしょうね。OK です。これですね。ここからも一番なんか、あれっすよね。撃たれづらい場所っすよね。これで、開けてから、アイテムゲットできると。でも入ってるアイテムが、確定でその強いアイテムってわけではないんで、まあ、正直、ここ来てまで漁るほどじゃないかなっていう、あれっすよね。確定でその補給物資とかやったら、まあ、漁る理由とかになったと思うんですけれど、正直まあね、そういうわけでもないんだったら、わざわざその危険の方を犯してまでですね、車の方を開ける必要ってのは、まんまないっすよね。一応まあたまにアウグとか入ってるんで、その辺が欲しいよっていう人は開けて、いろいろ探索してみても面白いかもしれないなと。いうふうに思いました。いや、マジでね、なんかでも、あれっすよね。イベント欲しいよね、普通に。なんで今回実装してないんだろうね。なんか最近ちょっと薄いというかね。イベントクリアで、なんか報酬がありますよとかやったらね、別にそんな難しくはないと思うんで。全然難しいことじゃないと思うんだよな。なんか、すればいいんですけれど、なんもねえっすわ。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。欲しいけれど、回すか正直言ってないかなと。マクラーレンのガチャの方ですよね。まあそうですよね。まあ性能も今回なんか、そこまで強いわけではないみたいですし、まあ見た目だけですよね。マクラーレン、まあ好きな人ってのは回してですね、ゲットすればいいと思いますけれど。まあ確率も低いからね。試行回数も稼げないし、入っているその封入されている率ってのも低いし、まあそこら辺考えると、正直まあ回す意味ってのはないっすよね。まあ意味を求めるのであれば、まあ個人個人でその見た目が好きだから欲しいっていう、まあ音がかっこいいから欲しいっていう、それだけであって、まあ性能面で言ってもまあ別にジェスコでいいからね。目立ってその入手すべきような車ではなかったっていう具合なんで、まあスルー安定ですよ。はい。まあ栄光の方に入らなくても、別に誰も損しないような感じの車なんで、まあ一生って感じですよね。で、次ですね、拡張期間限定ってことは栄光に降りてこないんだねと、
まあ、そんな感じだと思いますよ、多分。わかんないですけどね。まあ、今のところのその仕様を見ていると、そんな感じかなと思いますね。まあ、エコーの方入ったとしても、そんなメリットがあるわけではないですからね。まあ、クーペの弾が増えるぐらいですか。クーペの台数が増えることによって確率も増えますから、まあ、それによって、常設のエコーでクーペが当たる確率も高くなってくるっていう。まあ、それぐらいじゃないですかね。まあ、目立って得な部分っていうのは、あとはま、特に、まあ、ジェスコと比べてもそんな強いわけではないっていうふうに言われてますから、まあ、そんな必要ないかなとは思いますよね。今シーズンのクーペ、今のところ強いクーペないっすよね。シーズン22のあの、バトルバスのクーペの方に関しても、一回僕運転してみたんですけど、あれあんま強くないっすよね。ハンドリング悪いんで。いや、クーペってね、割られやすいからハンドリング悪いと、結構ね、死活問題になっちゃうっていう、そういう側面がありますから、こればっかりはちょっとなんかね、まあ、ジェスコですね。今のところ勝ち組なのは。で、次ですね。1枚で出ないのか、引くのやめておこうと。もうやめといた方がいいと思いますよ、今回のガチャ。ね、普通にまあ計算した時も、理論値は低かったですし、まあ、実際その、出してると少ないですしね。回したその回数と比較しても、やっぱ出してる個数、金額の個数ってのは少ないっていう風になってますんで、回さんでいいと思いますね。コアコードのそのガチャの、まあ、その傾向といたしまして、1万円分ガチャ回して、金額が1以上出る確率っていうのが 80% 下回ってるガチャ、まあ、84% かな ?84% 下回ってるガチャは、まあ、一気にその実数値が落ちるっていう傾向にありますね。まあ、ここ3年ぐらいのま、僕の体感なんで、まあ、あくまで体感なんで参考程度に皆さん覚えていってほしいんですけれど、金額1以上出る確率っていうのが1万円回して、まあ、84% 下回ってるガチャは、もう雑魚です。はい、回さなくていいですね。めちゃくちゃ出ないんで。で、今回のやつが 79% とかやったんで、まあ出ないっすよ。うん、まあ出ない。で、逆に 94% 超えると、かなりですね、まあ優秀なガチャっていうふうになりますんで、84% 下回っていたら回さない。94% 超えていたら必ず回すっていう。まあその基準で考えると、まあすごくですね、回すべきガチャと、回すべきでないガチャっていうのが、まあわかると思いますんで、まあ、よかったら参考にされてみてください。で、次ですね、他の実況者の方とかの動画見ても、今回だいぶ金額渋いですね。確率的にはだいぶ高いはずなんだけどなと。いや、全然高くないっす。今回のガチャ。全然高くない。めちゃくちゃまずいよ。うん、めちゃくちゃ低いっす、確率。まあ、確率通りの、まあ、結果の方が出ているなっていう印象ですね。まあ、唯一電動だけはね、合図だけなんか確率なんか無視して出るんですけど、まあ、それ以外のガチャに関しては、まあ、確率通りですね。うん。確率通りの、まあ、数と、まあ、頻度とっていう風になってますんで、まあまあ、こんなもんだろうっていう風に思ってますよ。まあ、実装前から言ってますけどね、まあ、優秀じゃないっていう話は、全然回さなくていいっす。回す理由がないっすよね。はい。で、次ですね。VPN と Apex モバイルを入れてから、荒野コードがやけにラグいんですけれど、これなんかまずいことしましたかねと。あの、もしかしてその、VPN をオンにした状態で荒野コードしてないですか。まずそこを確認したいんですけれど、あの、VPN オンにしたまんま荒野コードをしてるんだったら、そこちょっと先に確認させてほしいですね。はい。で、次ですね。課金させるためにチャージ特典来るかなと楽しみにしていましたが、来ませんでしたねと。まあ、その、先月まではね、春節、正月、年末年始、あと周年と、いろいろね、大きなイベントっていうのが重なっていましたので、チャージ特典も連発したわけで、まあ今ないですからね、大きな。そのイベントとかそういう行事とかね祝日ってのはありませんから、まあ、当然そうなるよなっていう感じですよ。まあしばらくないんじゃないかな。まあワンチャンその春休み中に1回ぐらいあってもおかしくはないですけれど、まあ次来るとしたらゴールデンウィークじゃないですかね。で次ですね、スーパーカーセライはセランスキン実際に存在する車の方が好きやと思うと、結構ね車好きって世の中は意外に多いっすよね。うん、僕のその想定していた数よりも全然多くて、まあすごいその新しい車が実装されるためにツイッターの方でこの車の元の車はこれですよっていうのを、まあ、教えてくれる人がもう何人もいらっしゃって、まあものすごいですね。まあありがたい話なんですけれど、すごいまあ僕の想像以上に車好きってのは多いですし、意外とその若い人にも車好きってのは多くいらっしゃるっていう、まあ、そんな感じになってますよね。結構まあ車のメーカーの方とですねコラボレーションするっていうのはすごいいい取り組みやとは思うんですよね。ただまあマクラーレンコラボもそうですし、まあケーニングセグコラボもそうですけれど、内容が薄いっすよね。なんかいまいちその盛り上がりに欠けるというか、まあイベントコラボレーションしてくれって言われたからコラボレーションしましたよっていうね、あからさまのそのイベントの手抜き具合っていうのが見られて、力入れればいいのになっていうふうにマジで思うんですよね。車好きだって荒野行動ってそこら辺のそのレースゲームよりもちゃんとその自由に走れますからね。はい、モバイルでするゲームとしては結構まあ自由の利くまあ車の使い方ってのができるわけで、まあ、そういう楽しみ方もあるわけなんですよね。まあいろんなその角度から撮影できるっていう楽しさとかもありますし、なんかすごいもったいないなと思うんですよね。まあイベントとかもなんか大々的にいろいろしていってとか、まあイベント薄い時期とか、まあ、コラボしてるのにイベント薄いっていう状態がものすごくもったいないなと思うんですよね。僕も例えばこういうイベントしたらどうですかっていう話をまあこのコメント返信のコーナーで言ったりすることあると思うんですけれど、まあ、僕の言ってる方法が、まあ、現実味がなかったりとか、作業工数的にね、厳しいものとかやったら、あれだと思うんですが、僕結構その、作業工数とか考えて、いろいろ言ってるんで、難しくない方法を結構言ってると思うんですけれど、なかなかなんかね、そういうなんか、一アイディアによって、まあ、作業工数を短縮しながらイベントを打つっていうことが、荒野行動運営はどうもできてないっすよね。なんかその、大きな力を入れて大々的にやるか、作業工数減らして、ないようなもんみたいなイベントを打つかっていう、まあ、その二択しか式なんていうのが荒野行動運営の特徴で、
なんかもったいないなっていう。車のなんかこういうコラボレーションとかも、いろいろそのね、なんかやっていけば普通にいいと思うんだけどなっていうのは、ガチでこれは僕思うんですよね。まあ、非常になんかもったいない、チャンスをこぼしているような気がしますよね。はい。まあ、その、車のメーカーとのコラボレーションに対して力を入れることによって、まあ、アニメのそのコラボレーションと違ったメリットっていうのがあって、まあ、アニメのコラボレーションっていうのは、そのアニメを知らない人っていうのはどうしてもその、蚊帳の外みたいな感じになっちゃうんですけれど、まあ、車のコラボの場合、まあ、荒野行動においては、知らない人も楽しめるような可能性っていうのが、余地っていうのが残されているっていうのが、これすごいですね。メリットだと思うんですよ。まあ、アニメのコラボレーションと違って、力を入れるメリットっていうのは、そういう部分にありますよね。知らない人もワンチャン楽しめるかもしれないっていう、まあ、単純にその車の性能がいいとか、車がかっこいいとか、車の音がいいとか、まあ、そういう面において、車全く興味ないですよって人も楽しませることができるような余地っていうのが残されていると思うんで、いや、いいと思うんだけどな、普通に力入れるの。